お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、久々にマルチの方をね、やっていければいいかなと思います。で、この迫撃ね、スキルを今日は使います。多分ね、前もマルチやった時に迫撃スキルだったと思うんですけど、その時はね、ファイボだった気がするんですよね。そう、なんかファイボが溜まればポイズンが溜まる感じなんですけど、まあなんとなくポイズンで今日やっていきます。で、前やめたとこからねやってないという感じで、現在125位ですね。で、まあシーズン終了も月曜日に終わる。で、今が何曜日だ、僕今動画撮ってるのが水曜日ですかね。水曜日の夜と、まあ、いうところで、まあ、あと木金、まあ、土日、まあ、月、まあ、4日と、まあ、4日丸々あって、まあ何時間かなと、まあ、いうようなところですね。まあ、約5日ぐらい、もうあとちょっとしかないですね。で、今シーズンは多分ロングシーズンだったんですよ。あれ、そう、ロングシーズンだったので、ぜひね、最多更新だったりだとか、まあ、ベースト順位更新だったり、いろいろ目指してね、まあ、皆さんも一緒に頑張っていきましょうというところですね。マルチも頑張りたいですし、ちょうどね、この土日世界大会ですので、まあ、世界大会もね、勝ちつつ、マルチもね、なんて言ってられないんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、マルチは、ちょっと余裕あればやっていきます。まあ、最終日、月曜日にね、フルぶっぱすればいいだけなんでね、こっちと取れば。よいしょ。そう、いや、ハンター最強ですね。今回手は、遅延スキラですね。遅延スキラ、なんか今、イントネーションがおかしかったですけど。ナイト、ベビドラで、アイウィズ。はいはいはい。いや、これはね、非常に勝ちたいですよ。ファイバー型だと、意外とね、負けることもちらほらあるんですけど、ポイズンだと、まあ、同じように防衛ポイズンができる中で、攻めのね、ムートだったり、迫撃だったり、いろいろできるんで、でこれ、ババコヤと被ったから、いや、結構入るな。いや、できー。このね、このスキラ対決において、この最初の1000ダメージ、バカみたいにでかいっすよ、これ。本当に。だって、後か、僕は今から一生防衛ポイズンしていけば、まあ、1000食らうかどうかレベル。まあ、さすがに1000も食らわないと思うんですけど、毎ターン200とか受けてもね。まあ、なので、まあ、そういうところでは、もう結構勝ちレベルなんじゃないかな。で、これ、迫撃入るでしょ。オッケーオッケー。で、こう、もう、ベビー、速攻溶かす。いや、諦めた。来た。いやー、まあ、ラッキーですね、多分。まあまあまあ。僕はポイズン、僕、打ったっけ？打ってねえか。相手がババコアやってましたね。なんか。ね、今、絶対スケル打つでしょうんっていうようなタイミングで、ババコアはいてたんでね。ラッキーですね。今のはラッキー。よしよしよし。美味しくね。しかも、普通になんかトロフィー約30近くもらえるんですよ。これがね、美味しいですね。なんかもうなんなら、もう本当に20ちょっと、22とか23もらえるだけで、結構ね、ありがたい世界だと思っていいですね。本当に。なんならもう、19とかもらえても、まあさすがにまだ19とかだと少ないですけど、今は。なんかね、本当に、一桁かかってる試合とかだったら。なんかもう14とか15が当たり前の世界になってくると、泣きたくなっちゃいますよね。もう負けた時がね、精神的に病んじゃいますよね。うわ。お前、こっちは2試合勝ってプラス35、6で、なんで1回負けて45引かれんねんっていう、あの感じっすよね。たまらんっすよね。さあ、今回相手やべえな。めっちゃ攻めてくるな。ワンパンされそうな気がしないこともないが。さあ、今回相手はなんだこれ。いや、マジ、相手のデッキがわかんない、あんまり。待って待って。メガナイト、ランバートリトン。さあ。メガナイト、ランバー、あ、これ、槍ゴブクラ。あ、バカバカバカ。こっち向くな、こっち向くな。なんだって今、ハンターか。メガナイト、ランバートリトン、ハンター。バルーン、まあ、バルーンでしょ、多分。メガナイト、ランバーなんで、バルーンしか考えれないんですけど、あんま見ない形ですね。まあ、とりあえず攻めちゃうか。まあ、バルーンだったら結構やばいですね、これ、普通に。打っちゃうかな。打ったらやばかったかな。
全然打ってくれんじゃん、迫撃砲。オッケー。まあ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 、いやー、ねえ、なんだろう、トリトン、エレキいましたね。エレキハンターっすね、対空が。で、トリトンランバー、結構ね、攻めに特化してるデッキっすね。怖いですね。ワンパンされそうですね。いやー、ここもね、槍で受けるか迷ったんですけど、そうですね、多分エリアドが、ちょっとやばい空気が流れてて、トリトン裂いてるんで、これは大丈夫だと思いますね。ワンチャンマジアチャとかいれば、射抜かれる。が、まあ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 。まあ、バルーンでしょうと。で、これ多分ね、壊れるんですよね。よいしょ。よしよしよし。いや、やりすぎか？やりすぎか？いらねえか？うわ、いらねえ。このナイトいらなかった。まあ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 。いや、これちょっとむずいっすね。こう、防白からですね、一旦。ムートを出しちゃってたら、引っ張られちゃってましたね、多分。よいしょ。でも相手は、そう、結構攻めがね、めっちゃ強いんですよ、相手のデッキ。しかも、ファイザップっていうね。まあでも、これ、ファイザップ裂いて、僕のタワー残るんで、ここでもうね、折っちゃえばいいんです、僕は。逆に折っちゃえば、相手はこれ折れないんで、エレキが下に来る。エレキが下に来るだけだったら、この僕のムートも入って、ムート入れ？やばい。入ってない。待って。バカ。あ、でもファイズアップじゃ。ファイズアップじゃ落ちねえ。あ、使った。オッケー。これでバルーンで時間稼ぎして、運ゲーはやばい。あ、勝った。いやー、相手はランバーバルーンでしたね。メガナイト入りの。危ねえっすよ。最後だって僕絶対勝ったと思ったのに耐えられましたからね。まあ、でかいですね、というところで、順位が全然上がってないな。上が今、7級ですね。7級、いや、麦高えな、相変わらず。さあ、ほんとまだ90位というところで、次勝てば、77ね、到達という感じですね。いや、今シーズン8000はさすがにそうですね。あと5日で、今7級なので、83、84ぐらいはいきそうですね。いや、ワンチャンね、マジで順位更新も目指したいですね。なんか、僕も3年ぐらい前に、いや、本当に、3年どころじゃないかもしれない。昔に7位、世界7位を取ったことがあるんですけど、もうそれ以来1桁を取れたことがないんですよね。そう。2桁はまあ何回かあるんですけど、そろそろね、この1桁フィニッシュっていうのをね、取りたいところでありますね。ショップに新カードが入荷。さあ、ベッドファス XO ですね。ベッドファスなんかわかんないけど、まあこれ、クロスは、アーチャーがね、僕としてはきついですね。ファイボだとアーチャーに速ファイボ打てるんですけど、この、ポイズンだとね、アーチャーを溶かすのに時間かかってしまうので、まあそういう部分ではちょっとクロスにはね、個人的に戦いにくいんじゃねと思ってます。さあ、もう防衛発撃とかしつつ、削られてない側にユニットを出して、そっちにまあスペルをね、打たせていけば、片サイドがめっちゃ削られるってことはないと思いますね。さあ、これね、マジで。どうするのが正解なのかすごいわかんないですけど。まあ、前半に適当にポイって攻めちゃうと、本当に終わるんで、僕としてはね。アーチャーにボコボコにされちゃいます。なんで、前半は、スケラを、できるだけ打たないようにね、ほどほどにね、立ち回っていかなければいけません、というところですね。よいしょ。いや、残る。いや、残ったらあり、さすがに。で、竹が、うわー、なんかしょびれな、竹が。スケラの位置もやってるな、俺。あ、これやばいっすね。さて、普通にやばい。待って、なんでそっち竹取ってんの、お前。バカ。やばい。待ってくれよ。いや、でも結構ダメージ与えてんだよな。でも相手も必死。オッケー。まあ。あんまりいい交換ではない気もしますが。いや、なんならそっちよ。まあ。
いやーこれ勝ちてえな。まあ防白からだな、結局は。結局は防白からだと思うんですけど、そうですね。ナイトが回ってない。ここでナイトが来る。うん。いや、さすがに。これ防衛ポイズンですね。さて、僕は耐える方法は。気づきました。いや、ちょっと遅かったな。いや、これ、ちょっと遅いかも。危ねえ。よしよしよし。相手は結構、がっちり5打ってくるな。防白置いちゃって、相手がどうしてくんだろうな。あれ届かねえのか、俺もしかして。いや、届く。いや、これウッドで終わるのはやべえ。よしよし、まあ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 。で、相手は、まあ、2周目は多分回してくるんですね。まあ、僕は次、ポイズンとタルババみたいな。なんで、それまでちょっと耐えます。相手は、この間にちょっとでも稼ごうっていうやつですね。オッケーオッケーオッケー。いや、いい流れで割るが、これもナイトで多分終わっちゃうんですよね。オッケーオッケーオッケー。いや、悪くはないですね。決して今。今悪い流れは、そんなはない。まあ、いいとも言いづらいんですけど、悪くはないと思うんで。うわぁ、マジでお前さ、壊されるか。あちゃ来る。うわぁ、あちゃ来た。ちょっとね、プレッシャーかけていきましょう、積極的に。で、これ防衛クロス立ってるな。一回防白置いて、あ、これファイブ当たるっすね。やったか。いや、でもなんならファイブ打ってくれるのありがたいか、正直。いや、あるぞ、これ。これムートいらんっすね、サタ。もうスケラポイズン打ってダメージ稼ぎます。よし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 。いや、あるぞ、マジである、マジである。イモリ、イモリ。これで、ロックスクロス相手置きたいんですよ、ほんな。で、ロックス来るぞ。そろそろですね。チャキン。あ、もうファイブ削り、ファイブ削り。ファイブ削りはワンチャンある、マジで。ほんとに、これだけは勝ちたい。いや、待って、ワンチャン、ワンチャンある。いや、ポイズン削り。いや、いいや、アーチャーいける。いや、マジでる、マジでる。で、テスラとか置きたいのか、相手は。あー、うめえな、それ。いや、ワンチャン勝てそうじゃない、でもなんか。で、俺は焦りすぎるな。なんで、脇がいい、脇がいい。あと、文芸でしょそんなに崩したらよくないけど。あ、俺、次のポイズンで勝ってるじゃん。次のポイズンで勝ってる。勝った、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 勝った。多分。間に合わないでしょ。え、俺、これ間に合われたら困る、困る。困る、困る。オッケー、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 オッケー。やべえ、待って、でっけえこれ。いや、最高ですね久々にこのマルチ潜って3連勝、しかも動画で、しかも77到達と、まあ、いうところでね、いや、順位も67と、まあぼちぼちね、まあ、悪くはなさげですね。だから乗ったかな、どうだろう。うん、かすってますね、ギリはい、と、まあ、いうことで、まあ、今日はね、無事3連勝いたしましたので、ね、こんな感じでね、終わろうかなと思います。いや、このハキキスケラ、マジで強いっすよ。本当に。ぜひね、使ってみてください。まあ、5型もあります。なので、まあ、そこはね、好みで、はい、使ってみてください。それでは、終わります。よければね、チャンネル登録と、高評価とね、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。